取りに行ったのはただ一つメジャーでの認定。その遥か延長線上にいつの日か取りに行く世界タッグの、そして三冠ベルトを目指している。目標に近づくためにも今日この良き日、この大舞台で負けるわけにはいかない。東京水道橋、日本最大の屋内スタジアム、舞台は整いました。飛躍への大いなるチャンス、滝原正人、高山義弘、全日本プロレス25周年の記念のリングに上がります。滝原、そして堂々と歩を進めてまいります。今高山が全日本のトップロープまたいでリングイン。全日本プロレスに軍団構想時代が訪れました。トライアングル・オブ・パワー、スティーブ・ウィリアムス、ゲイリー・オブライトが新ユニットトップを結成しました。名実ともに耐久の目となりました。全日本プロレス最強の外国人レスラー2人が今東京ドームに襲来です。この異次元空間で本当の強さを誰もが見たい。ついに実現です。スティーブ・ウィリアムス、ゲイリー・オブライト、全日本プロレスの最も危険な2人が、このトップの2人がビッグエッグで今宵トップに上り詰めます。外気より気圧を上げて白いこの大きな屋根を持ち上げている東京ドーム、その気圧が下がってしまうかもしれない。全日トップの低気圧が嵐を、そして台風を呼びます。今赤コーナー水平線の彼方からやってきた、画面左スティーブ・ウィリアムス、そして右がゲイリー・オブライト。全日が誇る最強の外国人トップの2人、今高山が、そして滝原が待つ全日本プロレス創立25周年の記念のリング上がります。トップ剣山、お待たせいたしました。早くも火花が散ります。試合タグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー210ポンド滝原正人、叩きのめす滝原正人、275ポンド高山義弘、いつかはタイトルを取る高山義弘。ラガコーナー350ポンドゲイリー・オブライト、殺人風車ゲイリー・ザ・スープレックス・オブライト、280ポンドスティーブ・ウィリアムス、殺人オペが始まるスティーブ・ウィリアムスです。観衆5万8300人と発表になりました。東京ドーム超満員、舞台は整いました。30分一本勝負のタッグマッチです。スティーブ・ウィリアムスがいます。ゲイリー・オブライトがいます。トップのトップ、この2人がトップなんです。一方の柿原と高山です。放送席のゲストは松山千春さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は東京ドーム11試合、はい、長い夜、暑い夜になりそうですね。そうですね、しかもまあ最後はね、三冠ですからね、はい、それに向けてですね、徐々に徐々に盛り上がってくるんじゃないですか ね。この中の気温も上がっているような感じがいたしますね。そうですね。さあ試合が始まりました。ゴングが鳴りました。まず赤コーナーはゲイリー・オブライトが出ました。そして青コーナーは柿原です。柿原正人、
早くも挑発しています。さあ戦友でありますこの2人で試合が始まりました。30分の一本勝負、背後にウィリアムスがいました。松山さん、はい、この柿原とオブライトの対決を全日本のマットで見られる、そうですね、ファンにとってはたまらないですね。そうですね、やっぱりあのプロレスファンの方もいらっしゃるでしょうし、またあの個別にね全日本が大好きだという方もね、はい、たくさんあの見てらっしゃると思いますけどね、やっぱりこういう試合 もう楽しみじゃないですかね、はい、さあかつてこの柿原とオブライトはUWF インターという団体で戦っていました。そういう本が残っているか。さあ青コーナーから挑発している高山に対してウィリアムスが入ってきました。ちょっとヒートアップしてますね。早くもですね、さあ当初はオブライトが出たんですが、どうやらウィリアムスにタッチが成立したようです。そして青コーナーは高山です。おっと、エルボーだ、エルボーにはエルボーだ。さあ高山がエルボー、ウィリアムスがエルボー、リフトドロップキック、さあショルダーで当たっていきました。さあ血圧が上がっていく。おっと投げに行ったが、そこにはロープがあった。フロントのスープレックスを放っていった高山です。さあ背越しにこのロープを背に受けているスティーブ・ウィリアムスです。全日のマットに登場したのは8年前。さあバックのアタック殺人のバックドロップ見せようというところだったんですが、後ろに交代しました。さあ今度は柿原が出てきた。スティーブ・ウィリアムス対柿原、さあ優を思い出す小手、そしてドロキック、3発蹴り込んでいきました張り手。さあ受けに行ったこのウィリアムスが軽々と持ち上げました。肩のあたりに軽々とこの柿原、そしてトップロープに据え付けようというところです。ニュートラルコーナー、腹部にナックルパート。さあなだれ式か。まずは柿原がうまく見ていました。さあそして柿原が飛んだ、ミサイルキック、気合が入ります。柿原雅人膝をついているウィリアムスのバックに回りました。さあまずはこの倒してグランディングの体勢、嬉しい嬉しい逆十字、これにはオブライトがたまらずカットです。松山さん、はい、一つ一つの技に非常に重みを感じますね。そうですね、先ほど控え室行ったらね、はい、やっぱり選手たちもこれだけのお客さん入ってますからね、はい、すごい気合が入っててですね、やる気満々でしたね。創立25周年という記念のリングですからね、はい、限られたレスラーしかこのリングに登ることは許されません。5万8300人が見つめます今宵の一戦。さあオブライトと柿原です。柿原の左の足を取ろうというこのオブライトです。背後に回りました、危ないぞ、引っこ抜くぞ引っこ抜くぞ、たまらずトップロープをつかみました柿原。全日本プロレスの先のシリーズになりますが、実はこのオブライトと柿原シックスメンタッグという形で武道館で対決しているんです。その時には高山がギロチンドロップでウィリアムスを抑えました。さあ久十字サードロープに手が伸びました柿原。そして青コーナー、待ってましたとばかりに大男高山義弘が入ってきた。こう見ていてもなんだかリングが狭く感じますね。そうですね、さあ高山が196センチ115キロ、その体重を生かして体格を生かして裏のアキレス腱、早くも5分が経過しました。さあオブライトの背後からミドルキックを放っていく高山です。さあ赤コーナーウィリアムスが出てまいります。
殺人医師スティーブ・ウィリアムス、全日マットのマットに登場して以来数々のタイトルを奪取してきました。94年には武道館であの三沢を殺人バックドロップでマットに沈めました。当時の第11代の三冠チャンピオン。さあ高山が現在逆エビに取っていました。オブライトがカット。そしてこのウィリアムス、その後世界タッグを制すること7回、全日の最強タッグ決定リングは90年91年と2連覇を達成しました。そういった意味で全日本が誇る最強の外国人レスラー、そのウィリアムスが高山を迎え撃つ形となっています。うつ伏せ状態の高山です。この状態をどう打開するか。逆にウィリアムスの足に絡めました。両者とも同じような体勢、ロープには手が届きません。さあ変形のサソリ固めのような形、力が入ります。さあ今度はオブライトが入ってきます。トップが結成されたのが去年の夏、間もなく1年になろうとしています。全日本プロレスに軍団構想時代を呼び込んだこのトップのオブライト。さあ両の腕を頭のあたりに上げて防御の体勢、フラントスレックス。さあカバーだ、カバーだ。今の抜き方早かったですね。スピードもありましたしパワーも感じますしね、という間でした。さあ背中を見せると非常に危ない、どこから引っこ抜いてくるかわからないこのゲイリー・オブライトです。さあ軽量のこの滝原を簡単に投げ捨てました。滝原は93キロ。そしてあったなクバゾ顔面を握り拳が直撃いたしました。さあこれにはミドルキック、あっと円髄へその右足が伸びた。もう一回これは効いているか、動きが鈍ってきたこのウィリアムス、顔面も交渉してきた。おっとこれはうまくよく見ていました。スティーブ・ウィリアムス、さあどうだ、カーボム、ドクターボムを放っていった。さあカットに入った高山に対してオブライト、カーボムか、カーボム。しかし試合の権利はこの柿原です。柿原とウィリアムス、さあ試合の権利があるこのウィリアムスが危ないぞ、殺人バックドロップ、あっとうまくカットに入った柿原。さあ入り乱れてまいりました。挑発します柿原。2日前に26歳になったばかりのこの黄色いショートタイツ柿原正人です。26歳最初の試合が東京ドーム、武道館では勝ったが今日この大舞台でぜひとも勝ちたい、これに勝って世界タッグに挑戦させてもらいたい、試合前そう語っていた柿原です。貪欲に上を狙っていくこの柿原、軽量のこの93キロの柿原が123キロのウィリアムスを蹴り倒しましたね。そうですね、やっぱり意外と蹴りって効くんじゃないですかね。さあ今度は左の足を取りに行きました。さあ大きなそのウィリアムスの手が柿原に伸びようとしています。天井を見つめるウィリアムス、必要にこの自分のスタイル蹴りにこだわっていきます。やっぱり軽量の選手がね、こういう大きな選手と戦う場合にはどうしてもね、こういう蹴りとか、あとスピード技ですね。そうですね、徐々にこのキックも効いてくるんでしょうね。さあ低空のドロップキックを膝のあたりに打っていきました。さあ今日はちょっとペースを握られている感のあるこのスティーブ・ウィリアムスです。カウント2つ入りました。さあいつもとはこのウィリアムス、リングのコスチュームを多少変えてまいりました。もう早くも10分が経過しました。30分1分勝負、スティーブ・ウィリアムス、ゲリー・オブライト対高山義弘、柿原正人のタッグマッチです。
さあ挑発したこのオブライトをまず場外に蹴り倒しました。やはり蹴りにこだわります。さあバックを取ったぞ。必死にこのトップロープを掴んでいる殺人医師スティーブ・ウィリアムスが今度はバックに回った。危ない、前に倒れた、丸め込んだぞ、膝を伸ばすか、アキレス腱だ。これはオブライトが間に合いました。さあ今度は珍しくオブライトが、おっと持ち上げた、高田君持ち上げて前に落とす。これは体格の差は致し方ありません。滝原今が非常に高い投げ捨て、背中のあたりに激痛が走っています。さあそして高山をまずリングの外にエルボーで落としましたウィリアムス。そしてダブルアームスプレックス、人間風車です。軽々と投げ捨てていってその巨体を浴びせます。高山が間に合いました。非常に連携プレーが重要になってきます。さあニュートラルコーナーに振っておいて今度バックに回ったのが柿原、この重いゲイリー・オブライトバックドロップを放っていきました柿原。そしてよくやった、満を持して高山がリングインだ。ハイキック、もう一回ハイキックを2つ放っていって武道館で勝ったんだ。このギロンチンドロップ今日はオブライトに打っていった、ウィリアムスが勝ったです。トップトライアングルオブパワー、その三角印をこぶしました東京ドーム。あー危ない、フラネルソン戦慄で走りました東京ドーム。さあ今度は逆にバックなんだ、ジャーマン投げっぱなし、そして腕ひしぎだ、どうだ決まったか、ウィリアムスがカット。さあ一瞬の隙を突いてきます。見ている方も松山さん油断ができませんね。いや油断よりも何よりもね、俺がもしあのキックを受けたらとかね、そうやって考えただけでざわっとしますね。そうですね、こういった投げ技そしてキックにも非常に後で効いてくる重みがあるんです。ショルダーをスルーしていきました。後ろ背後を向けている、背を向けている高山、こっちを見た、ショルダーダイビングのショルダー、そして柿原が場外だ、場外に落ちていった柿原。さあ高山復帰状態、体を浴びせます。そしてスープレックス、さあカバー片指だ。先日の武道館大会4月18日、このスティーブ・ウィリアムス、は高山義弘のダブルの2連発のギロチンドロップで武道館の天井を3カウント聞きました。雪辱戦になりますスティーブ・ウィリアムス、舞台は東京ドームに移っています。観衆58,300人。さあトップロープを掴んでなんとかこの殺人バックドロップを防ぎたい。食らった瞬間ゴンが聞かれてしまう。さあエルボーだ、ウィリアムスの顎のあたりにエルボー、そしてさあ持ち上げるか、力が入るドクターボン、柿原が入ってきました。そしてオブライト、さあヒートアップしてきた東京ドーム、あーっと合体攻撃だ、ウィリアムスがフルネルソンダブルの攻撃が出た、柿原が円髄へ、両方とも意地があります。全日本プロレスが誇る最強の外国人レスラー2人、トップのウィリアムスとオブライト、そして王道この全日本プロレスで力を見せつけたい高山柿原。さあ東京ドームの高い天井見つめるこの高山にダイビングのボディープレス、高さがあったぞ、カウント2、カウント2で返しました。危ない、非常に角度高さ危険なものがあった。高山東京ドームの高さ 61.69m の天井を見つめる、沈んでしまうのか高山、スリーカウントを聞いた。ウィリアムスがスティーブ・ウィリアムスが
トが、そしてウィリアムスが勝ちました。武道館の屈辱を晴らした雪辱戦、ウィリアムスがオブライトがその力を、全日本プロレスの力を見せつけました。松山千春さん、はい、最後はやっぱりウィリアムスでしたね。そうですね、また角度がよく入ってしまいましたんでね、もう高山選手どうすることもできなかったですね。このウィリアムス、全日本のマットに登場して8年ですが、まだまだこの強さ続きそうですよね。そうですね、すごいパワーだと思いますね。さあ東京ドーム、今宵は58,300人に入りました。スティーブ・ウィリアムスがその力を鼓舞します。5周年のこの記念のマットでウィリアムスが勝利を収めました。いや、今のキックマッチにはもうお客さんも満足でしょうね。そうですね、お互いがね、はい、なかなかいい力を出し合いましたんでね、それとまた外国人勢がね、はい、桁違いのパワーも見せてくれましたんでね、はい、高山も自らのスタイルにこだわっていいところは見せましたよね。そうですね、これからもこの全日本プロレス、もしくはこの日本のプロレスに新たな歴史の1ページとなるかもしれません。25周年特別試合、高山義弘、柿原がスティーブ・ウィリアムス、オブライトに敗れました。